ストックタイプのクォーターホースクォーターホースは、正式には、アメリカンクォーターホースと呼ばれる馬の品種の一つ。体高は150センチメートル、体重は400キログラム程度。アメリカにおいて、主として、乗馬、牧畜作業、競馬用として使用。世界各地で400万頭余りが登録されており、事実上世界で、最も頭数の多い品種である。 クォーターホースの成立は、アメリカ開拓期に遡り、ヨーロッパから連れてきたアンダルシアンと、サラブレッドやアラブシュアルは捕獲したマスタング等を、交配し、改良を重ねることで成立した。ややがっしりとした、筋肉質の体型を持ち、性格も温順、素食にも耐える。クォーターホース競馬とウェスタン競技への使用が著名だが、用途は、かなり幅広く、馬ができそうなことは、 基本的に何でもこなす。短距離の瞬発力に優れ、急発進、急停止等も器用にこなす。クォーターホースの名の由来は、クォーターマイルレースから来ている。ただし競争馬として利用される馬は、クォーターホースの中でもごく一部である。こういった馬は、色濃いサラブレッド血統を反映し、ストックタイプよりも細身で、体型もサラブレッドによく似る。クォーターマイルであれば、 競争能力はサラブレッドに勝る。トップスピードは時速55マイルほどにもなり、アメリカでは2005年に302メートルの下級線で100メートル区間の平均時速として時速92.6キロメートルを測定した。なお、302メートルのワールドレコードはこの下級線の全体時計よりもさらに8%程度速い。なお、競争馬としては 日本国内では使用されていないが、サラブレッドよりも温厚な気象と、機動性の高さから一万一の競争馬の、放馬といった事態にも素早く対処できる能力を買われて、大井競馬場など一部の地方競馬場では、誘導馬として徴用されている。決闘は、基本的には、クォーターホース内で閉じられ、両親が、クォーターホースでなければ、クォーターホースとは認められない。 例外的にサラブレッドに対しては開かれており、一方の親がサラブレッドの場合に限り能力と外貌審査を経てクォーターホースと認められることもある。競争用クォーターホースでは特に顕著で史上最強のクォーターホースと呼ばれるダッシュフォーキャッシュを例にとれば四大祖先16頭中14頭までが純粋なサラブレッドで、 不景も、エクリプス系の分子ハーミットの末裔、母方もセクレタリアトと,と同じアンペラトリスメス系に、属すなど、かなり、サラブレッド色が濃い。その特性、特徴から、西部劇で、数多く徴用されており、日本映画では、千葉新一が初めて、戦国自衛隊で採用し、千葉は、将軍、家光の乱心激突でも再び起用した。 黒沢明は1985年の映画、ランで初めて使用したが影武者を見た、調教師から戦国時代にあのような格好のいい馬はいないと指摘されたためであった。ありがとうございます。